ご飯食べてないですか？食べてないです、はい、で昨日の夜ご飯をちゃんと食べてる、はい、4号もう一回抱っこして。はい、もう一回。ちびちゃん、お腹空いてるよね。はい、4号も。朝の薬とさ、ご飯で持ってみてやった。あ、持ってない。はい、わかりました。薬はあとどれくらい残ってるの？ちょっとあります。あります。ちょっと1週間分お作りしますんで、はい、それでそれ使わさせてください、はい、で残りはもう入れてもらっていいです、はい、ただ検査結果によっては多少中身が変わる可能性はあるんですけど、ちょっと今日は結果で出ないんで、とりあえずいつもと同じ薬をね、で全部血はもう送りますんで、なんか1週間ぐらいでまだ結果的に来てほしいんですよね。からお迎えは6時ギリギリでいいですよ、はい、ちょっと髪もなっけたら今日いっぱいになっちゃったんで、はい、調子はいいんですよね、はい、変わらないです。気になることも特にないよ。はい、チコちゃん何歳になった？7歳今度の10月で8歳。そうですね、はい、だから一応シニアにはなってんだよ。見た感じはなんか見た感じは若いんだけど落ち着かないんですけど。あ、そうなの？はい、なんかいや、まだ若々しいですね。そうですね。そう。すごい。肝臓と膵臓のことがあるじゃないですか。はい、で、今度ね、7歳超えてくるとね、心臓病も出てくるんですよ、この種類は。あのトイプードルね。呼吸の音は正常だけど、心臓の音は少し雑音がない。でも、ひどいレベルを6とすると、2か3ぐらい。まだ初期です。はい、じゃあこのままお預かりしますね。リードはいいですか？預かっときましょうか。はい。はい、はい、じゃあこれね。はい、お願いします。で、お部屋はね、